んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、女は損だをやめるです。女は損だと思う人たちがいますよね。そして差別されていると思っている人たちもいます。これは本当でしょうか？時には自分が生まれた時、お父さんは男の子が欲しかったと言ったというようなことをずっと何十年も根に持っている人たちがいます。それが今とどう関係があるのでしょうか？それでもお父さんはあなたを養ってくれたのではないですか？それともそれは嫌々だったのでしょうか？結局この人たちは、理由はどうあれ自分が差別されていると言いたいんですよね。自分が今何かが手に入っていないとしたら、それは自分が女だからだということにしたいんですね。ということは、この人たちは女が差別されていることに怒っているのではなくて、欲しいものが手に入らないということに怒っているんですね。だったらその思いにちゃんと気づいて、それが本当に欲しいのか、欲しいならそれを手に入れるための力は出すのかということを考えた方がいいですね。大概の場合、力は出さないくせにそれを得ている人をずるいと言っているだけなんですね。力を出さないならそれは男でも女でも得られないということを理解しましょう。ということで今日はこれを直しましょう。いつものように目を閉じて、自分が6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはいつも女は損だと思っているんだね。女はこれこれができない、女は何々で差別される、女はといつも女のそんな点を数え上げているよね。さらには、私が生まれた時、お父さんは男の子が欲しかったと言ったとしつこく何十年も愚痴っているよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたがそんなにひがみっぽいから人生が楽しくないんだよ。女に生まれたのは親の失敗のせいで、自分は被害者だみたいな気持ちで生きているから、人生が面白いはずもないよね。あなたは間違っているよ。あなたが女に生まれたのは、あなたが女を選んだからだよね。女の方がファッションを楽しめる、女の方が選択肢が広がる、女の方が子育てもできる、女の方が楽できる、女の方が自由でいられる、女の方が責任が重くない、女の方が逃げられる、たくさんの女のメリットがあったから自分で女を選んだんだよね。それなのに女は損だって言っている。でも男になりたいわけではないよね。あなたは結局女のメリットと男のメリットの両方が欲しいだけだよね。欲張りなんだよね。だから男が得ているメリットを自分が勝手に奪われたように感じているだけだよね。それは間違いだよ。片方を選んだらもう片方のメリットは得られないよね。それをちゃんと知りなさい。だからあなたは何も損していないよ。差別もされていないよ。ただ欲張りなだけだよ。そんなに欲しいものがあるなら、もっと力を出しなさい。責任を負いなさい。そしたらあなたがつかめるものがまだまだいっぱいあるんだよ。女でも男と同じものが欲しいなら倍の力を出しなさい。それは差別があるからじゃなくて、すでにあなたが女のメリットを得ているから倍の力が必要なんだよ。欲しいなら頑張りなさい。やりなさい。大人の自分はあなたを見守っているからね。
大丈夫、できるよ、自分の力で欲しいものをつかみなさい。大人の自分はあなたが大好きだから、たくさんの幸せを味わってほしいんだ。だからやりなさい。